これでお二人はもう卒業に、はい、はい、そのことに関してというか、うん、今何か思いっていうのはございますか？すごくいい経験にもなりましたし、得たものもたくさんありますし、そういった素晴らしい現場をこう離れると思うと、まあ、さっき言った通りすごく寂しい気持ちでいっぱいです。ここまで支えてくださったファンの方だったり、まあ、スタッフさんだったり、まあ、原作の後藤先生だったりと数えきれないぐらいの方々に支えられて、まあ、ここまでやってこれたといいますか、たくさん見に来てくださらないと作品自体も続かないですし、やっぱりそこの面では匠くんをいつも愛してくれてるファンの皆様や、まあ、後藤先生がいつも書いてくれてるからこの作品が続いていくんだなっていうのは、うん、思いますね。大ちゃんはすごく年が離れすごく離れてますけど、9つ離れてるんですけど、そんな幼い未熟な僕をすごい面倒を見てくれてるというか、例えばこう役に詰まってどうしようどうしようってこう考えてる時に大丈夫かって声かけてくれるのが大ちゃんで、ギーが大ちゃんでよかったなっていうのはまあずっと思ってます。恐縮です。最初の頃から比べてもう段違いのレベルアップのですよね。あの時の本当に真央っていうぐらいレベルアップしてまして、まあ、それを身近でこうやって見れたってことは自分としても幸せですし、なんか一緒に9つも違いますけど一緒に仕事ができて光栄だったなっていう部分はすごい心に残ってますし、浜尾京介という人物が匠で、早間匠という人物を演じるっていうにあたって、まあ真央じゃなきゃ俺はダメだったと思うなっていう部分もありますし、二人だからこそできたっていう部分もありますし、多分それはファンの皆さんが一番よく分かってると思うんですけど、はい、自分だから知っているお互いの面というか、いろいろありますよ。いろいろありますよ。お前変なこと言うね。お茶目です。僕が言えることじゃないんですけど、お風呂入ってても一緒に泊まりロケとかでお風呂入ったりするんですけど、43度4度あって、で大ちゃんがおし俺マオ先入るぞっつって使った瞬間あっちとか言って、で。すごいいいリアクションをしてくれるんですよね。まあ1分も持たないうちに出たよね。うん、もうすごいね、もうところどころすごいお茶目な大ちゃんがあるんですよ。まあちょっと軽く天然ちょっと入ってるんですけどこの方は。いやいや、でもその正反対の180度違う部分のこの年齢にしてはここまで考えるかっていうぐらい真剣に取り組んでるところが、俺も18、19でこうでありたかったなっていうのがちょっと嫉妬もあるかな、いいなっていうね。え、見ての通りもうかっこかわいいじゃないですかこの子は。そんなことないですよ。だからもう9も上の俺にとってはもう横に並ぶなって感じですよ本当。演じてる時がもう顔ちっちゃいし、まあ、その分まあ大人の面で引っ張っていければなと思ったんで、すみません、少しだけ離れていただいて、